おはようございます。山口県のサッカーを盛り上げる番組、キックオフ山口、 YAB アナウンサーの八谷秀樹です。まずはレノファ山口 FC の選手によるスペシャル座談会をお届けします。今日は開幕直前スペシャル座談会ということで、田中俊也選手、五十嵐太陽選手、川野幸太選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。スピードとテクニックを生かしたドリブルでチャンスを演出する田中俊也選手、昨シーズンはチーム最多の36試合に出場、 J 初ゴールも記録した五十嵐太陽選手、サニーボーイ覚醒、そして自身最多の5ゴールを挙げたストライカー、周南市出身の川野幸太選手。今回は3人のスペシャルトークをお届けします。オフはどうでした？田中選手は地元に帰った感じですか？あ、オフシーズンですか？はい、そうですね。お子さんもいらっしゃって。そうですね、あのじいちゃんばあちゃん家行って一緒に遊んだり、そう過ごしてました。ゆっくりされたんですね。だいぶゆっくり過ごさせてもらいました。五十嵐選手も帰ってました？帰りました。楽しかったですね。久々に地元の友達と遊んだり、フロンターレの同期と遊んだりして、はい、面白かったです。でもよく残ってくれたね。いやいやいや、 どんなこう決断だったんですか？まあでも慣れてますし一番、うん、まあ、でもそれこそコータがいるんで、もう一緒に上目指そうかなと思って、はい。で、川野選手はね、ヨーロッパのクラブでのプレーってのは何が一番違った？負けず嫌いなところは違いましたね。やっぱレクリエーションのゲーム形式の遊びのゲームだったとしても、負けず嫌いがめちゃくちゃいて、切れるぐらいというか、その練習自体もめっちゃ盛り上がるしみたいな、海外だなっていうのは感じましたね、すごく。昨シーズン共に20歳になった川野選手、五十嵐選手、気持ちに変化はあったんでしょうか？子供の頃に描いてた20歳像と比べてどうですか？あ、でもまだガキなのかなと思いますね。あ、確かにそれは思います。あんま変わらない感覚的には、20歳になったからって変わらない、うん、なんか年だけ20歳っていう、まあ、数字だけ、はい、としや先輩は20歳の時ってこう何してました？鹿島1年目？いや、3年目じゃないですか。あ、そうか、18か18、19、20、3年目。3年目です。でも一番なんか充実してたかなっていう感じがしますね。なんか今振り返ると J1 でいろんな選手、お前何やそのいやいや、真剣にちょっとこっちから分かんなかったけど、ふざけた顔してました。いやいや、ふざけた、チェックチェックしてくれた。なんで止めるんですか、ほんまに。そう、なんかその3年目とかすごい選手ばっか、小笠原光雄さんとか、うん、西大吾さんとか、はい、その中で試合に出させてもらったし、うん、すごい充実した20歳だったかなと思いますね、はい。ぜひあの田中俊也先輩から若い二十歳の二人に一言アドバイスを。一言ですか、まあ、サッカー選手だから言い訳には気をつけた方がいいね。でも山口はそんな言い訳ないから、まあいい街だから、本当にサッカー集中できる環境だから、うん、俺が面倒見てこれからどんどん上に上げていこうかなと思います、はい、上に上げてあげるんですか？はい、上げてあげます。もうどんどん成長させます。はい、俊也先輩頼もしいですね。最後に今シーズンにかける意気込みを聞きました。やっぱり監督変わってスローガンもあった通り、みんなが走って、みんなで攻撃して、みんなで守って、本当にアグレッシブなサッカーがスタジアムでたくさん見れると思うんで、そこには皆さんぜひ注目してほしいなと思います。五十嵐選手どうですか？そうですね、じゃあ僕はここの3人に注目してもらいたいです、はい。いいね。いや、もうなんかとっさに浮かびましたね。いいね、まあ、3人で得点に絡むところを皆さんに見てもらって、はい、いただきたいです。この3人でパスつながった瞬間、みんなおおって思うよね。あのキックオフの時のいいことをやったみたいな。それやりたいね、はい、確かにね。田野選手どうですか？はい、まあ、2人が言われたようにのところも見てほしいですし、数字としては10ゴールっていうところは一つの自分の中で
目標にしていきたいですし、その中でもっともっとチームに貢献できるように、はい、頑張っていきたいなっていうふうに思います。田中俊也先輩と川野選手、五十嵐選手、トークではぴったり息の合ったところを見せてくれました。ぜひ今シーズンプレーでも息の合ったところを見せてほしいですね。さて、スペシャル座談会後編は次回お届けします。お楽しみに。明治安田 J2 開幕まであと2週間。今日は今シーズン新たにレノファに加入した板倉武選手、今井大輝選手、2人のディフェンダーに注目します。初めて J2 の舞台に挑戦する2人に今の思いを聞きました。 J3 で3年間なんとか踏ん張ってやってきて、いざこの舞台にやっと立てるってところで本当にワクワク感が強いですし。板倉選手は2021年 J3 八戸でプロデビュー。去年は同じく J3 の FC 大阪に移籍し、ディフェンスの要として活躍しました。守備で体を張るとか声を出して守備を闘争するってところはもちろん、それプラス後ろ間組み立てってところを自分は一つ特徴としているので。強みはそれだけではありません。八戸での半年間、そして FC 大阪での1年間、合わせて1年半の間、我らがレノファ志垣亮監督の指揮の下でプレーしていた、まさに監督の教え子です。私のね、サッカーっていうのをどういったものなのかっていう、いち早くね浸透していくためにも他のチームメイトにも伝えてもらいたいと。組織として本当に戦っていくというところをまずはベースとしているので、本当に細かい立ち位置だったり、守備の時のここに立ってほしい、攻撃の時にはこういう準備をしてほしい、そういったところまで求めているなというのはここ1ヶ月で感じますね。教え子から見ても J3 時代よりも高い質を求められているそうです。では志垣監督の方はどんな成長を期待しているのでしょうか。うまくいっている時間帯に何をすべきか、うまくいってない時間帯に何をすべきか、そこはやっぱり考えてプレーの選択だったり判断というのは変わってくると思うので、まあ、そういったものをこう周りに伝えていく、ピッチ上のリーダーになっていくというそのたくましさもね、まあ、板倉だけではないんですけど、まあ、板倉も自身もねつけていかなきゃいけないなかなと思います。守備の再構築を図る志垣サッカーに、そしてレノファに欠かせない存在になることを目指します。自分がどれだけできるかチャレンジするという意味でも、この1年間楽しんでというか自分の成長につなげていきたいなって思います。そして JFL 高知ユナイテッド SC から加入した今井大輝選手、闘志あふれるプレーと球際の強さが持ち味のディフェンダーです。僕自身まだスタートラインに立っただけだと思っているので、もっとやらないとなっていう危機感や焦りの方が強かったのは正直あります。大学を卒業後、目指していた J リーガーにはなれませんでした。それでも夢を追い続け、ここレノファでプロ入りを叶えました。自分が関東リーグで戦ってきた選手とか活躍しているのを目にしながら、そこと自分とのギャップを常に模索しながら、悔しがりながら日々練習に臨んでたので、目の前の一つ一つのプレーから勝っていかないと勝負には勝てないと話します。一つのプレー、一つのミスで人生が変わるような世界だと思うので、もっと自分に厳しさを課して一日一日大事にしながら 100%、120% 出してもっと上に行きたいなという気持ちがすごい強いです。まずは J デビュー。開幕スタメンを勝ち取るためアグレッシブにピッチを駆け回ります。見ている皆様が胸が熱くなるようなプレーを僕はしたいなと思いますので、ぜひピッチで会えるように僕自身も頑張りますので、共に戦いましょう。よろしくお願いします。それぞれタイプが異なる2人のディフェンダー、ピッチの中でどんなプレーを見せてくれるのか今からとても楽しみですね。特にレノファは昨シーズン失点が多かったので、守備の安定というのはとても大切です。そういう意味では今シーズン初めて J2 の舞台に挑戦する2人の活躍に期待しましょう。現在レノファは鹿児島でキャンプを行っています。開幕戦は今月24日アウェーで横浜 FC と対戦します。そして
ここでレノファ山口 FC からのお知らせです。現在シーズンチケットの申し込みを受付中です。前売り券を買うよりもお得にホームゲームを観戦できます。嬉しい特典も盛りだくさんです。詳しくは公式サイトをチェックしてください。ここで番組からお知らせです。キックオフ山口では皆さんのサッカー動画を募集しています。 YAB のホームページ、みんながカメラマンから投稿してください。さあ、シーズン開幕まで2週間、ホームゲーム開幕まで3週間です。応援の準備はいいですか？それではまた来週、キックオフ山口。